猫の広告文、夏目漱石。我が輩は猫である。名前はまだない。主人は教師である。名帝は美学者、寛月は理学者。いずれも当代の変人、太平の逸民である。我が輩は幸いにしてこの諸先生の知遇を片付けのうするを得て、ここにその平勢を読者に紹介するの光栄を有するのである。我が輩はまた猫相応の敬意を持って金田礼夫人の鼻の高さを読者に報道しうるを一生の面目と思うのである。